ひびの入った防音壁。高架橋の下には青いビニールシートが張り巡らされています。福島市にある東北新幹線の線路沿いです。こちらでは今回の地震で被害を受けた高架橋の修復作業が急ピッチで行われています。地震の発生から明日で1週間が経ちますが、いまだ那須塩原、一関間で運転の見合わせが続く東北新幹線。被害は架線を支える電柱20本や橋脚10本などで、福島市では今日もひびの入った防音壁を修復する作業などが複数の現場で行われました。今日、JR 東日本は仙台、一関間を今月22日に、那須塩原と仙台の間は今月24日に運転を再開させる見込みと発表しました。